お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原では最初のスイ君のダイマックスアドベンチャーを終えた後、シャクヤと出会ってこんなことを言われるんですよね。あの親父に勝ったっての？バカンス中とはいえあの人元ジムリーダーなのに。で、この親父とはピオニーを指しますが、実は初めにピオニーと対戦した際、別の動画でもご紹介しましたが、負けても先に進むことができるんです。ということは、もし負けたらセリフとの矛盾が生じてしまうのでしょうか、それとも新たなセリフがあるのでしょうか、という趣旨のコメントをいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はピオニーに負けたらシャクヤのセリフが変わるのか検証していきたいと思います。はい、君って冠雪原初体験でしょ、ということで冠雪原に参りました。これで、まずはピオニーに負けていくわけでございますと、また人に飛ばして、はい、二人のイチャつきが始まって、でそれで、まあここは関係ないですよね。親父の相手よろしくねっていうことでおとりにされて、それで行くわけでございます。はい、クスネレベル19で参りましたこれで絶対勝てないですから、まあとりあえずダメージ与えとこう、電光石火で全く緑のままだ、何も変わってねえわ、見えねえわ、その変わった部分が。 OK、 これで負けましたと。これで負けたら、まあこれは別の動画でも検証した通り、別にここはちょっと変わるだけですね、本当に。まあそれは検証したんで、とりあえず先行きましょう。じゃあな、首突っ込み坊主。はい、ダイマックスアドベンチャー行きますよ。レポート書いていきましょう。はい、普通に倒しまして、で、色違いは来てないか、さすがに。はい、これで例のストーリーが始まりまして、あれ、あなたってダイマックスアドベンチャーしに来たの？やだ、超気が合うじゃん。はい、来ましたね。あたしはシャクヤ、よろしくね。そっちの名前は？あ、この辺りからもう運命の瞬間ですよ。まあここはね、いいですよ、普通に同じ。てか親父も来てんの？この辺でね、あたし見てないから迷って入り口戻ってんじゃん。あ、さっきは親父のおとりに使っちゃってごめんね。あ、ここも一緒ですね。次あたりじゃね？超しつこくてさ、あの子大丈夫だった？オッケー、この、あの親父でもいい勝負したっての？すごいなんか、曖昧な感じになってる。いい勝負したってのっての。なんかすごい適当な感じになってますね。一応変わってはいるけど。ウケるわ、それは。バカンス中とはいえあの人元ジムリーダーなのに。あ、ここは一緒ですね、さっきの一言だけ違うっていう感じか。じゃあ親父といえば今回の旅行やけに張り切っちゃってさ、私とこの辺りの伝説を巡るガチな探検ツアー考えてるみたいなんだけど、年頃の娘としては親子二人でそういうのちょっと恥ずかしいっつうか、ここ一緒ですね、全く。勝負する快感を想像するだけでおふふ。ということで検証結果、ピオニーに負けたら昨夜のセリフは変わるけど勝敗については濁されるでした。まさかの結果となりましたね。この部分って割とピオニー戦から時間がかかりますが、ここで分岐セリフがあるというのはなかなかいかつい仕様だと思います。冠雪原はやはりいろいろな意味で気合が入ってるんですね。別のセリフがなくて、ほんと昨夜はってならなくてよかったですね。